皆さんこんにちは。バイオレントユーズサバンナです。ボーカルの聖華です。ギターの高弘です。ベースの河合英二です。ドラムの工藤龍之介です。11月2日にリリースのミニアルバム「ラブキャッチャー」、どんなミニアルバムになりましたでしょうか？なんか頑張って司会者みたいな。頑張って。いや、いいな。仕切ってます感があるよね。初々しいよね。本当に答えてあげて、聖華ちゃん答えてあげて。こちらラブキャッチャーですね、今回はこう愛をテーマに作った作品になっております。もともと私たちですね、こう愛を歌っていることを愛をこう出していることが多かったんですけれども、こう今のこのタイミングで改めて愛をこう歌っていきたい、愛をこう大切だよね、愛ってっていうのをどんどん伝えていきたいなという思いから愛をテーマに作品を作ってみようという話になりました。まあ、愛を伝えるには一番何がいいかって、素直な気持ちが一番伝わるんじゃないのかなと。いろんなこう遠回りをしたりとかごちゃごちゃ言うんじゃなくって、すごくシンプルに素直にそれを伝えることでより伝わるんじゃないのかなという思いから、まあ、私たちの楽器以外何も入れてなかったりっていう作り方をしております。今までだったらピアノが入ってたりとかストリングスが入ってたりとかっていうことをしてたんですが、今回は自分らの武器以外使用禁止というちょっとド S な方法でね作っておりますので、そこも一つの聞き応えかなと思います。私たちの愛をすごくこうまっすぐな愛が伝わればいいなと思っております。そうですね、楽曲の方もですね、ジュディー&マリーさんを手掛けられました佐久間雅秀さん、佐久間雅秀さんが僕らの、曲ですね1曲プロデュースしていただいてて、であとセルフ初の僕らの、セルフプロデュースの、曲もあります。でもう一つ、佐久間雅秀さんにもう一曲ですね、初のカバーをね、カバー曲を、ジュディー&マリーさんの「ラバーソウル」っていうね、名曲をカバーさせていただきますので、そちらの方もぜひ聴いてみてください。これからこう冬にかけてこの「ラバーソウル」も季節的にもぴったりな曲になるんじゃないのかなと思っております。まあ、私たちなりにねすごくもう完璧だったので、やっぱりこう手のつけようがないというかね、だからこう私たちなりにすごくシンプルなロックに仕上げておりますので、そちらもぜひ聴いてみてください。そして、ライブですねたくさんやっておりますので、ぜひお時間ある時遊びに来ていただけたらなと思います。ホームページでチェックしてみてください。このラブキャッチャーを聞き込んで、ぜひみんなと一緒に楽しい時間を過ごせたらと思います。それでは以上、バイオレントユーズサバンナでした。さようなら。